スルバルモンフルリは、スイスモントルーシのレマンコハンにある、フィニッシングスクール。現在では、通年の寄宿制を取るフィニッシングスクールは、スイスでもスルバル1校のみとされる。過去、欧米では、社交界デビュー学校、日本では、花嫁学校と呼称されることもあった、フィニッシングスクールは、社会の要請を受けて、女性の社会進出をサポートする学校として、 変貌を遂げつつあると言われる。ただし、その一種独特の響きや、堅苦しさを敬遠する向きがあるのも事実で、歴史あるフィニッシングスクールも、今やスイス国内にもスルバルほか、数校を残すのみとなっている。スルバルの通年のコースには、本科、語学フィニッシングと、アイボップコースの大きく二つがある。前者が、語学教育とフィニッシング教育をバランスさせているのに、 対し、校舎はどちらかといえば、フィニッシング教育に重点を置いている。他に、フィニッシング教育を夏季休暇中に体験する、サマースクールがある。スルバルでは、上記、本科や、アイボップコースの他に、高校卒業資格や、大学卒業資格の得る、通年プログラムがあり、既存のフィニッシングスクールにはない特徴となっている。ありがとうございます。